どうも、ハイジャイス。今週はテスト期間の方が多いかと思いますので、手短に家でのテスト勉強の効率を上げる方法3選をお伝えしちゃうと、ちょいちょい回し。1科目の勉強時間は短く。まずおすすめの時間の使い方なんですが、30分を25と5に分けます。25分は勉強する時間、5分は休憩です。で、これを25分やって5分休憩、25分やって5分休憩、そうやって使ってもらっても構わないですし、あとでまとめて休憩を取りたい方は25分、25分、25分でやった後に5分休憩、3つね余ってますので15分休憩にしてもらっても構いません。まずはこの25分っていうところをうまく使っていきましょう。例えば25分数学をやったら25分英語をやって25分理科をやるみたいな。もちろん数学やって英語やってもう一回数学に戻ってもいいわけです。人っていうのは同じ科目とか同じ作業をずっと続けてしまうと、どうしても飽きが来て効率が下がっていきます。で、下がっていくともちろん集中も落ちてしまう。なので新しい刺激を入れるためにも25分ぐらいやったら違う科目に切り替えることによって、ちょっとしたリフレッシュですね、もう一回集中を高める、で下がってきた時に高めるっていう、この繰り返しをやるとかなり高い集中力で長時間の勉強を続けることができます。ちなみに25分ってものすごく短いです。実際やってみるとあっという間に終わります。特に学年が上がった方、高校生とかになると1問のね負荷が大きいので、意外と 2,3 問とかでねやってると25分終わったりするんですよね。なので25分をどう使うかって考えるときに、一生懸命いっぱい勉強するぞではなくて、25分しかないんです。いつか勉強するときタイマーかけるんですよ。25分タイマーをピッて押してカウントダウンさせます。この25分でどこまでやれるんだろうかっていう、だからここまで絶対終わらせるぞっていう、自分でハードルというかこう量を決めるんです。つまり25分っていう時間に合わせて量を決めていく。で、そこまで絶対やりきるぞっていう感じで、その発想でやっていくと、ギュッて量を詰め込んでいるので、やべえ、ダラダラなんかしてらんねえってやんで、25分が結構いい感じに集中してがっつり終わる。だ、そうやって科目を切り替えていくとかなり集中がしやすいので、まずこれをね試してみてください。ご褒美は事前に決めておく。休憩時間だったりとか、1日が終わった後のご褒美タイムとかの使い方は、事前に今日は何をしようって、このご褒美のために頑張るんだっていうのを決めておくと、モチベーションは高く過ごせます。休憩時間だったら何しよっかなってやってしまうと、その何しよっかながちょっと時間もったいないんですよね。普段の勉強だったらまだいいんですけど、テスト期間ってもう短いので本当に無駄にしてほしくない。休憩もより効率的に、よりこう濃厚なね時間にしてほしいので、今日の休憩はこれをしようっていうのを、1日始まる前とか学校ある日だったら、学校中に今日帰ったらこれ最後に絶対これ見るぞとか、これやるぞっていうのを楽しみに毎日過ごしておくと、メリハリがつきやすいので事前に決めておきましょう。寝る直前にするのはスマホを見ることじゃないぞ。みんなは寝る直前何してますか？まあ、私もそうですけど、まあ、どうしてもスマホをいじりながら寝落ちなんていう方もいるかと思います。別にそれが悪いってわけじゃないんですが、テスト期間においては必ずその日だってたくさん勉強してるはずなので、頭の中は混乱してます。それを整理させるためにも、いっぱいね科目やったんであれば、あ、国語ではこれを覚えてあの問題でつまずいたな、数学はそうそうこの公式ミスったんだよねみたいな感じで、1日にやったことを30分ぐらい使って必ず振り返りをしてください。それはみんなが勉強机に座ってもう一回解き直せっていうことではないの。やったことを目だけでいいです。パラパラパラって見るだけでもいい。それだけでも十分な確認になります。反復になるので、必ずテスト期間はいっぱいやってるから、いっぱいインプットしちゃってるので、それを定着させるためにも必ず寝る直前にスマホを見るんじゃなくて、参考書というか今日やったものを確認するようにしてください。はい、ということで今週もねお付き合いいただきありがとうございました。皆さんがねこうテストが終わった後にこうやって上がりましたとか、うまくいきましたっていう喜びの声がねコメント欄に溢れることを願っておりますので、ぜひねテスト勉強の方頑張ってください。それでは今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまた、バイバイ、頑張って。